私この間久々にガチャガチャ回したよ。え、久々に、うん、何ガチャ回したの？なんかキャラクターの、そう、ゴリラのガチャガチャで言った。またゴリラかまたゴリラか。あなたなぜそんなにゴリラにハマってらっしゃるんですか？あのお顔が大好きで。ゴリラの、そう、お顔とフォルム。あ、マジでゴリラの。あ、そう、マジでゴリラの。何の話だと思ってた。キャラクター性というか、 なんか何かのゴリラとかではなく、じゃなく、もうあの存在が好きなんだよね。へえ、あれゴリラ。でも一度でいいから空き時間に画像検索してほしいの。いや、だって知ってるもん。え、すごい爆速で胸を叩きながら迫ってくるという。いや、なんかそれがさ、愛らしく思えない。死ぬど死ぬど生で見たら死ぬよ。いや、もう、あ、顔、あの顔で迫られたらちょっとドキドキしちゃうよね。え、なんかちょっと、なんかワードセンスやばい。そういうドキドキじゃなくて、面白くてドキドキしちゃう。ドキドキしちゃうのね。そう、高鳴るよね、その、うわ来たみたいな。あ、多分違う、あの、キュンじゃなくて、うわ迫られちゃったみたいなことじゃなくて、ね、キュンじゃなくて、キュンじゃないよ、ちゃんとうわ来たっていう。あ、ドキドキ、うん、あ、本物、本物だみたいな、推しとの開口みたいな感じですね。みたいな気持ち。すごい、まあ人それぞれですから、その好きとか、なんかこう推しとかのジャンルは、うんね、だからゴリラ推しなんだね。親に否定されそうで怖いですと言っておりますけれども、私はあのちゃんとゴリラ好きを貫くのでね。あ、どうぞ貫いてください。貫くので、ね、誕生日プレゼントもね、なんか自分が好きなものをね。